火祭りで使用する死死関係者を追い回す、鬼夏山山田宮火祭りは、愛知県岡崎市の夏山山田宮で行われている、火祭り。神社が創建された当時から続いている、火祭り神事とされ、時に、記祭と呼ばれる。岡崎市の無形民族文化財に指定されている。火祭りに使用したと言われる、永六元年名のある獅子等一等が、宝物として伝承されている。 日祭りは、夏山山田宮の年4回行われる中祭りの一つに位置づけられ、以前は2日間にわたって祭礼が行われた。おたいやと呼ばれる良い祭りを、柿平地区が、本楽を平張地区が担当していた。柿平地区で新たに鬼面が作られる前は、平張地区の鬼面を借りて、祭りを行っていた。 現在のように祭りの仕切りを平ばりと書き平は、各年で交互に行うようになったのは1903年からである。2005年9月16日に市の無形民族文化財に指定された。2009年には岡崎観光きらり百選にも選定された。準備は一週間前の締め縄作りとわら細工作りに始まる。当日の12時30分頃、 う子こあなたを手に境内に集まり、境内周囲の森から生木を切り出し、袖山を築く。一方、鬼役を務める五人の若者は裸で滝に打たれて身を清める。この水彫りし、決済の場所は担当地区で異なる。平らばりは不動明王を祀る滝、滝平は八幡宮浦手にある行進を祀る川の淵である。 水彫りから戻った太夫たちはひきり真珠に臨む。矢だけを垂直に立て、両手で水を揉むようにして途切れないように交代しながら火を起こす。30分から1時間しても採火できない時は先輩から再び決裁をするように指示がある。再度、滝で身を清めるが2度目以降は、平らばりも柿平の更新縁へ行く。採火ができると合図の太鼓が鳴らされ、ろうそくとひなあに転化。 その後、神おろしと呼ばれる儀式を行う。神職により、御人化が袖山へ転化されると、太夫らは交代でむしろを使って火を仰ぐ。袖山の中央の竹が大音響で破裂するの合図に、いよいよおにおいの開始となる。雄獅子とメス獅子が噛み合う獅子舞などの諸作事の後、三景者は、ボケキボケキと林立たて鬼を挑発する。鬼は、火のついた木を当てるべく、 人々を追い回す。鬼役の5人が、交代時に相撲、鈴の舞、なぎなたの舞、小刀の目利き、刺守打ちの所作を行うのも見どころである。相撲に勝利、または見本通りの所作ができれば交代し、そうでなければ再度、萌え木を手に参詣者を追いかけることになる。鬼の萌え木に打たれると役除けとなり、その年は病気にかからないと言われる。 2018年は10月14日に開催された。2019年は10月12日に開催予定であったが、令和元年東日本台風の影響で中止。ありがとうございます。